それではご紹介します。本日のお客様は衆議院議員の足立康さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。足立康さんのプロフィールご紹介します。 足立さんは1965年大阪府茨城市のご出身です京都大学大学院を修了後通商産業省に入省2012年衆院選で初当選現在は日本維新の会所属の議員として活動していらっしゃいますはいえー、今日はですね歯に息抜きせぬ物言いで 国会の爆弾男と呼ばれている和田氏さんにですね、最近のキャッチフレーズ知ってる東島え、んですかあの和田氏さんのキャッチフレーズあるんですよ。バッチをつけてなかったら、え、生コン詰めになって海に沈んでる男ってね。いや、ありがとうございます。最近それで売り出し中でで、加えてちょっとファッションも変わりましたね、最近。今日はシシあ、シュッとした。あの、レーラジオだから多分見ていただけないんだけど、あの、結構気使ってね。あの、やっぱりちょっとあの、生コンと戦ってるんでね。 あの、暴言とかもあるじゃないですか。だから、あの、女性用がちょっと減ってきてるんですよ。うちの事務所がね、次落選するんじゃなくて心配になって、ちょっとあの、シュッとした服装に心がけてます。あの、ラジコでもね、この番組は大阪でも弾けますから、ね、聞いてらっしゃる女性の方いらっしゃったら、ぜひ足立さん、変わった足立さんをですね、見ていただきたいなと、思いますけども、その足立さん、いよいよ安倍晋三を超えましてね、今回の放送で、いや、ありがとうございます。安倍超えですよ。 <お>3回目。3回目。安倍さんって言は2回しか出てことないんです。昇罰道義は6回だけど、<laughs> この須田さんの番組3回目。え<え>今まで最高が、 安倍さんと。安倍総理。と、あの、おそらく次回ね、あの登場して、娘さん登場するんですけど。ええ、津川雅彦さん。二回。二回。で、安倍晋三二回、津川雅彦二回。ね、足立康史三回。この番組で変更してる前ねちょっと精鋭通ですね。すいません、でも、呼んでいただいてありがとうございます。えあの、先ほどですね、生コンの話が出ましたけれども。あの、関西生コンのトップが逮捕されたということで。すごいです。 ねね、とうとう来てますね。ね ただどうなんでしょうね。<ー>おそらくこのラジオを聞いてらっしゃるリスナーの方は。うん、その意,意味数とか分かってんのかな。うん、あのほとんどで、ね、実を言うと、東京では報道されてません。うん、そうですね。ええ、あの関西のメディアが少しだけニュースで、ええ、まあさすがに逮捕者がいっぱい出てるので、えー。関西のメディアでちょっとだけ出てますが。ええ、東京では在罪メディアはほとんど扱ってないですね。そうですね。うん、えー、まあ、コンクリートの業界の労働組合のトップが、えー、逮捕。 されたという一件なんだけれども<ー>あの、ある意味でね、どうなんですかね、これまで関西では一種のタブーだったですよね、このあんまり誰も触れないというかね、いわゆる辻元清美さんとの関係も深いと言われてますので、えー、言われてるというか、まあ、実際、お付き合いされてますから、えー、されてましたから、えーで、献金の関係もあるんでね、えー、だからみんな怖あの、触らずに来たというところですが。えー 私が、まあ、あの森友学園の友まに、ええ、最初、この話が、まあ、あの僕ら注目するようになったのは、森友学園の時に、はい、あに、籠池夫人のね、うんあの、総理の昭恵夫人に宛てのメールっていうのが出てきたわけですでそこになぜか辻元清美さんの名前と、ええ、関西生子の名前が出てきたので、ええまあ、そこからまああの私も国会で取り上げるように。あのまあ きっかけがいるんでね、うん、あの取り上げるようになってきたという経緯ですね。うん、あの要するに森友学園が問題になった時になぜか関西生館からスパイが送り込まれていた、うんえー、作業員が、えー、というのがメールに出てくるんですねでところがそのメールについて、うんえー、で野党の方は民主党の方は一切、うん、国会で取り上げるなげるマスコミを取り上げるな とということで封印されてしまったんですよです、ね、で封印されたことを暴くのが大好きな人物ですから、足立さんというのは <laughs>、えー、それを取り上げたと、えー、あのよくね、僕はあのなんか野党攻撃ばっかりしてるって言われるんですけど、僕はね、極めて公平なつもりで、えー、いや野党の皆さんはよく与党のね、うん、いろいろ、まあ、政府・与党のスキャンダル追及を、うん、特に盛りかけについては、まあ、あることないことないこと、うん、いろいろこの <laughs> とにかく悪魔の証明を求めていったわけです。えー、だから私ははそれは 与党党とと野党平等にやろうよと、ねうん、だから野党についても疑惑あるならちゃんと説明責任を果たしてよねと言ってるだけなんだけど、ね、なんかこういうことをでもね国会でやる人いないんですよ、うん、私だけ、うん、で結局あの野党から懲罰動議が出て、うん、で与党はですね我が党維新の会にプレッシャーかけて結局私あの幹事長代理やってたんですけど、うん、役職外されましてね、うん、あの結構今不遇の。<laughs> <laughs> でもまあ、負けずにね、ねねね私はあのこれはあのやっぱり国会改革のチャンスだと思ってるので、ね、あのしっかりえ与党と野党があの論戦できるようなね<ー>、今、足引っ張るだけじゃないですかはい、はい、それを論戦できるような、そのためにも与党と野党が対等にあの追及し合う、うん、そういう国会にしていくチャンスだと思ってます。うん <laughs> あのー、そういった点で言うとね、あの、関西生子の話に戻しますけれども、うん、これ、滋賀県警、そして大阪府警が、うん、まあ、関西生子になったら、まあ言ってみれば労働組合ですから、うんうん、労働争議かなり激しい労働争議をやってる。その面ではある意味で、こう、正義の味方なんだけれども、そ,そ,そ,その裏側に回って、その相手の企業を同喝する、強化する、金を得るということをやっていたという容疑でね、うん、これ、逮捕されたということなんです、うん。そうです、そうです。えー、あのー、労働組合法。 労働組合法というのに守られながら、労働組合の装いで、いろいろ、まあ、威力業務妨害をしたり、うん、あるいは教養未遂をしたり、というかいうことで、まあ、今回逮捕されているわけですから、はい、あの、まあ、いろいろ、その辺は、あの、そういう、 カモフラージュしてるものに騙されずにね、やっぱり悪いものは悪いっていうことが大事だと思います。うんあのー、ただね、これなかなかですね、ネット上でも新聞も指摘しないんですが、うん、僕この問題の本質っていうのはまさにその国会議員であるね、うん、足立さんがぜひ追求していただきたいなと思うんですが、うんうん、厚生労働省の外局の中央労働委員会、うんうん、ここに守られてたっていう側面が強いですよね。 要するに、中老院のガイドラインというのがあって、実はね、労働葬儀というのは、あのー、非常にこう、手厚く保護されていて、<う>少々の恐喝だとか、えー、暴行行為があっても、要するに、えー、それは刑法では民事刑事の両面で免責されるんですよね。 でそれを決めるのが中浪医という存在があって、そこに守られてたという側面がい広い意味で言うと、まあ、労働組合法ですが、労働組合の仕組みを、労働組合がどうしあの機能しているかというところで言うと、今、須田さんがおっしゃった通りですね。うん、ほんで 生コンの世界はね、あの、もう、あの、実はこの分野はもうすでに、あの、菅田さんの方が詳しいじゃないやいや、そのなんですよ。もう地元ですから。いやいや、あの、まさにね、あの、生コンクリート、生コンの世界の、あの、労働組合、これが、ま、あの、連帯労組、連帯ユニオン、関西生コン支部ということで、ま、竹健一執行委員長が、ま、逮捕されたということですが、あの、 経営者の集まりもあるんですね。これ、あの、大阪広域え生コンクリート共同組合というのがあります。これも、あの、いわゆる、合法カルテルっていうことで、普通は、あの、独禁法でカルテルは禁止されてるんだけども、中小企業だから、カルテルいいよっていう特別立法があるんです。これも、まあ言ったら特別立法に守られてるところなんです。両方なんです。労働組合法と中小企業と共同組合法という法律がある。 で昔はね、その両者が、まあ、なんちゅうのあの、あの、一緒に手を結んで、うん、まあ、あの、たわけです。はいはい、ところが、去年ぐらいからね、うん、去年の年末やったかな、あの、ゼネストがあってね、ええまあ、竹サイドが、えー、激しい労働を、あの、まあ、ゼネストをして、うん、それで両者があの、まあ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 、昔から言うと仲間だったわけですけど、仲間割れをしてですね、それで、まあ、あの、 今回のようにですね、まあ、逮捕に至っているということですから、私はこういう,ういわゆる関西生コンと言われているもの、あるいはそこと政界とのつながり、うん、そういったものを、えー、追求していくあの、大変な大きなチャンスが来たというふうに思ってます東京にいるとあんまり気がつかないんだけども、かなりね、この問題っていうのは、長い期間、近畿2府4県を、 えーまあ、で問題にされた近畿、ニューヨー四県だけじゃなくて、沖縄でも、あ<ー>あのもういろんなこのところに、まあ、出没をして、されてるようだからそういった点でいうと、うん、ぜひ国会取り上げていただきたいなと思うんですが、なんか足立さんしかやってないように思えるんですなんでみんなやらないのかな、で私もねあの、いろいろみんなに言うんですけど、やっぱりいや、やっぱりなんかあの怖いものを見るような目で。<laughs> <laughs> あの、私、私のことを見るんですよね。うん、あの、大丈夫という感じで。うん、ただ、私は、あの、国会議員だけだと思うんです。うん、こういうものに、あの、正面から向き合い、うん、で、正すべきは正していくというのがね、うん、あの、僕らのやっぱり仕事だと思うんです。もちろんあの、あの、よく私におっしゃる方がね、うん、いや、必要悪だよと。うん、まあ、こういう方がいらっしゃるんですよ。ああいうものは 必要悪だと、うん、ただそれだったら辻元清美さんだって国会の必要枠なのかと私は言うわけです、うん、それだったらまあ,あの55年体制自民党と社会党がね慣れ合いでやってたのと同じように、うん、まあ今も自民党と辻元さんとか野党がですね、うん、まあ要は辻元さんが資金パーティーだったら自民党の重鎮が退去していくわけですよそういう与党と野党の慣れ合いでずっと来た、うん、でそこで必要枠として まああのー、温存されてきた部分がですね、うん、国家においては辻元清美さん、うん、その象徴ですよ、うん、でそのいわゆる経済経済っていうかその,あの地元っていうか地域ではね、うん、関西のもう支部のような形でそれが温存されてきたわけですけど、うん、私はあのー、日本社会もね、うん、そろそろ今マイナンバーとかね、うん、あの社会保障とか、うん、いろんなものがもっと合理的に、うん、あのー 税金を払払っってていいただくべき人にはちゃんと払ってもらい、うん、そして手を差し伸べるべき方にはちゃんと接手,を手を差し伸べれるような合理的な社会保障とか日本社会っていうのをもう一回僕は作り直していく必要があると思ってるので、うん、その契機にあの今回の話をその契機にも僕はしていきたいと思ってるんでね。うん単に 辻元やっつけるだけじゃなくて、これを一つの突破口として、日本社会をよりまっとうな社会にしていく、うん、そのための、あの、に、まあ私は位置づけて頑張ってるんですね。うんうん あの東島なんかさ、足立さん呼ぶと、なんで呼ぶのみたいな顔するけど、話聞いてると結構正論入ってるでしょ正直、知らないことが多くて、聞いちゃうんですけれども、今日は圧倒されながらも、白いワイシャツにちょっとかまされて、でもなんか、新聞とかテレビ見てると、とんでもないやつだみたいなそういわゆるマスメディア、ラジオもマスメディアですけど、特に地上波のテレビと、大手の新聞。 だけ見てるとね、うん、私についてはね、暴言を吐いた。<laughs> で、懲罰動議が出た。うん、謝罪した。これをね、ずっとぐるぐるぐる回ってるんですよ。うん、だから最近、もう、もう、だからそのサイクルが続くので、私ね、謝罪はもうやめたんです。<laughs> 二度と謝らないぞと。<laughs> で、あの、新しいちょっとステージにね、うん、飛躍をしていきたいと。うん あの、ちょっと話変わるんですけどね。あの、ぜひ、この自民党の総裁選についてもちょっとお話を伺いたいんですけど。大事ですね。まあ、今回の自民党の総裁選、まあ、安倍さんとね、石破さんの一騎打ちということになったんですが、ちょっと不思議だったのはですね、石破さんに対して、ある種こう、なんか野党からのね、応援が出たり、安倍さんに対して、安田さんが含めて野党からの応援も出たり、今回の総裁選って一体何なんだろうかって。いやー、あのね、 いや、非常に、だからそういう意味ではね、私は今、須田さんがおっしゃったように、興味深いなと思って見てたんです。ね、結局ね、あの、今、関西生ンの話をしてきた、<え>そこで私が申し上げたのは、いや、実は、それを正面から取り上げてるのは私だけで、実は、与党自民党と、 野党、立憲民主党とかは、うん、裏では、ねうん、ある程度、ちょっとこう慣れ合いというか、ねええ、あの相互補完というか、うん、も持ちつ持たれつでやってるんだというのが実は私の指摘なんですけど、うん、実は国会だけじゃあのあの国会ではそうしているようですけど実は地元に行くと、ねうん、地域に行くと、うん、実は与党と野党って仲良かったりするんですよ。はい、だから自民党の総裁選で、うん 例えば、あの、党員投票ってありますよね。うん、でも、党員って誰でもなれるわけですよ、お金出したら。私は、あの、自民党支持者だけじゃないんじゃないかなと思うんですよ。うん、あこれはね、やわた、やわた、僕、経産省の先輩で、ね、八幡和夫さんっていらっしゃいますけどね、えー、彼がフェイスブックかなんかで書いてあって、あそうだなと思ったのは、彼が言ってるのは、いや、これ自民党員って言うけど、あの、いわゆる野党が、党員として送り込むことだって、うん、それは、 できるわけでで、すよ。二重二重国籍が一時で、ね、レーンさんで問題になりましたけど二重投籍だって全然できますからははい、はいはい。だそういうこうなんちゅうかなあのいい加減なこの実態というものがね、うん、あのよくあのあのの誰でしたか現場さんねはい、はい、現場事務所の話なんかでも出ましたけど、うん、ああいうふうにして地域ではね 慣れ合いででやってるんですよ現場さんの話っていうのは、あの現場さんの市長が、ねうんあの、石破さんをよろしくって支持者に声をかけて回ったというね、一体何なんだろうか何なんだろうなと、<laughs> だから野党があの、石破さんの応援団は、まあ、野党、もうほとんど野党と一体化して、石破さんが言ってることもなんか、うん、あの野党となんか似通ってきてね、ええ、非常にあの見るに見苦しいものだったわけですが。うん 私はだからあのー、全て共通してるなと、うん、結局あのー、国会で喧嘩してるようにプラカード掲げて、えー、喧嘩してるように見える。政治家たちは、ね、あれはお芝居でね。実はあの国会でやってる。この。 反対だとか、審議脅威とかっていうのは、夜の赤坂を歩くとね、与党と野党が一緒に酒飲んでね、あの、シナリオを書いてるわけですよ。いつまでは暴れるぞとか、いつ採決するぞとかね。でも、地元に帰っても一緒なんです。地元に帰っても、自分たちが持ってる既得権を、こう、持ちつ持たれつで、それを維持拡大するために実は繋がってたりするんですね。で、そういう政治に、私は、まあ、意義を申し立てたいという。 でそもそもで言えばね、あるいはもともとで言えば、日本維新の会というのは、えー、そういった与野党のもたれ合いを壊そうっていうのがそうスタートだったわけですよね。いや、もうさ、いいですね、維新に振ってくださって、<laughs> <それ S 2> 僕ね、今、維新とも戦ってるんです <laughs> <laughs> あのね結局ね、<laughs> おっしゃるように、<laughs> 実は橋本徹さんが作った政党で、橋本さんが知事になったのがちょうど10年前の2月なんですよ。うん、から、えー、8年前に大阪維新の会を立ち上げる。はい で5年前、6年前に国政政党を初めて作った、うん、安倍政権がもう1回戻ってきたときに維新の会もできたわけですね。うん、で、その時は今まさにおっしゃったようにあのそういう与党でもない野党でもない、うん、ちゃんと合理的な社会を作るんだということであの改革政党として出てきたんだけどだめ、はい、ですね、国会議員は。赤絨毯踏むとね、うん、やっぱりこの なんか国会議員の仲間にそこにこうなんか同じ雰囲気の中に入ってしまって戦おうとしない。うんうん、えそういうところに私はちょっと今あの暗淡たる気分になってましてね。うん、もう一回橋本さんが作りたかったような政党。橋本さんが作りたかったような新しい政治をね、うん、作りたいと思って実は今全国遊説してるんですよ私。一人で。一、えー、人で。だから沖縄ね。うんうん あの、地位戦がありましたから、えー、ちょっと声かれ,かれ,かれるの沖縄でちょっと枯らしたんですけど、えー、沖縄も行ってきましたけど、実は、あの、神奈川行ったり、札幌行ったり、今実はね、ずっと回ってまして。それどういう場所でやってるんですかいや、いうの街頭で。ああ街頭でやって、夜は箱を作ってね、えー、で頑張ってます。うん。 あの、この党内改革と維新改革もやってると。そうです。あ、ですから先日ね、えー、そういった日本維新の会の今の低らくに腹を立てた橋本さんが本出されて、そう。それに対して共感したってのはそういうセンテンスだまあね、はい、あの、おっしゃる通りです。だから、僕はずっと橋本さんのことはまあ、創設者ですから、うん。党の創設者ですから、私はずっとまあ、フォローしてるっていうかね。 橋本さんがどういう発言してるか、マスコミでどういう発言されてるかっていうも、うん、タレントとして,てか評論家としてですけど、えー、あの、フォローしてますけど、やっぱり、もう国政維新は失敗だった。うん、国政維新はもう風前の灯火って、もうボコボコにあの、彼の新、えー、の政権脱手論っていう本にね、えーあの、書いてあるんですよ。うん、で、私が今やってることは、あの、別に、あの、打ち合わせしてないですけども、えー、たまたま私が国会議員の一人として、 医師の中で暴れてることと、うん、橋本さんがあの違うんじゃないかと言ってることは、うん、表則は合ってるようには、まあ、思いますね。えー、あのー、私ね、最後にね、これね、ぜひね、聞いてみたいなと思ってる質問がありましてね、うん、それ何かっていうと、ずっとツイッターだとかこういった発言を足立さんのね、うんえー、見ていると、なんかね、 こう辻元さんに対する、ある種の愛を感じるんですよ、あ<ー>愛情<ー>なんかこの、これだけ執着するとい,うい,や,いや、愛はないですよ、<laughs> ただね、<laughs> ええ、あのこれ、ご承知かもしれんけど、辻元さんの選挙区ってね、うん、大阪10区なんですはい、はいで、私、大阪9区なんです、ええ、隣やってるんですね、ええ、だから街宣車でこう車で走ってても、ちょっと、ええ、あの線越えると、辻元さんのポスターが貼ってあるわけです。ええ それから彼女はね、やっぱりようね、あの、活動してますよ。敵、うん、ながらあっぱれというかね、うん、それは何人いるんだっていうぐらい地元にいつもいますから、うんうん、テレビでも見るでしょはい、はい、だからね、そういうなんちか執念みたいなね、うん、まあ私は彼女の執念は、あの、悪い執念だと思いますが、うん、その執念には、あの、やっぱり敬意を表しね、うん、あの、絶対に負けないと、うんえー、いうつもりで、 ライバルじゃないけど、そういう思いでやってます、一つね、僕が結構、皆さんに注目していただけるようになった頃にね、辻元さんからこんなこと言われてるんですよ、足立さん、いいねと、いいもん持ってるわと、こういうわけですよ、でもね、足立さん、いいもん持ってるけど、野党を攻撃してるようじゃだめよと、私みたいに、辻元英美、私みたいに、総理、総理って、こうやるのよって言ってね。 あの、し、あの、アドバイスをもらいました <laughs> まあそういう関係ですなるほどね。<laughs> でもね、そうは言っても、片谷ですよ。衆議院ね、野党第一党の大国体委員長ですよ。長ですよ。片谷、日本維新の会の平野議員ですよ。平ですよ、もう。随分差がついちゃってたゃですもう全役職外されてね、ええ、しかしね、ええ 須田さんにこうやって3回の記録 <laughs> 3回このラジオに出させていただいたんでね,ね<え>やっぱりこっからですよ<え>、あのー、今しゃがんでる状況でね,ね<え>これからジャンプをしてで玉木雄一郎君を追い抜いて<え>そしてあの,あの枝野幸男さんを追い抜いて<え>まあ枝健さんもほっといてね,ね<え>あの枝野幸男さんを追い抜いて僕はねやっぱり維新という二文字を背負いながらね,ね<え>あのー やっぱりり野党,大一党になりたいんですよ、うん、で我々が野党第一党になって自民党と維新が二大政党で渡り合う、うん、こういう国会をね実は大阪ではそれがもうすでに実現をしているわけですから僕は永田町でこの自民・維新の二大政党というのを実現するために今あのおっしゃるように地べたはいつくばってますがここからですからね。うん、これから、えー 今年そして、えー、オリンピックまで2020年、そして、うん、安倍総理が、まあね、期限が来る、まあ、東京オリンピックの後、うん、ここが、私たちの本当の勝負だと思ってますんでね。そしたらまた、あの、影でいいんで応援してください。いや、もう表立って応援<ー>しますよ。<laughs> 思ったって応援すると私の好感度下がっちゃうそのあたり心配ですよねえ本当に今日はどうもありがとうございました,ましたま本日のお客様衆議院議員の足立康さんでした